富士島部屋は、日本相撲協会に所属する、で和会一門の相撲部屋。前身の武蔵川部屋についても合わせて記述する。1980年11月場所中に現役を引退して、以降は、出和の海部屋の部屋付き親方となっていた年より、14代武蔵川が、1981年8月に5人の弟子を率いて、出和の海部屋から、 文家独立する形で武蔵川部屋を創設した。五代ではの海の、父もと、文家独立の不分立により、長年にわたり、文家独立を認めていなかったではの海部屋からは、1919年に、当時まだ現役力士であった横綱、栃木山が五代ではの海からの許可を受けて春日野の部屋を、創設して、以来、実に62年ぶりの円満独立となった。 1989年には部屋を荒川区東日暮里4丁目の施設に移転した。この新築の部屋の地下1階には当時の相撲部屋としては珍しくトレーニングルームが完備されていた。14代武蔵川はハワイ出身の横綱、武蔵丸のほか大学相撲部出身者の勧誘を積極的に行い、出島、武蔵山、 宮城山の山大関など数多くの関取を育て上げ、一時期は、各界最多数の関取を用して一時代を築いた。十四代武蔵川は、双子山勢に対抗できる部屋を作れたことで、相撲ファンにサービスできたと思うと当時を振り返っている。2010年9月30日に十四代武蔵川は、部屋の師匠の座を武蔵川部屋の部屋付き親方である十八代、藤島へ禅上した。 部屋継承にあたっては、武蔵川と藤島の年寄り名跡は交換せずに、武蔵川部屋から藤島部屋へと部屋の名称を変更し、14代、武蔵川は、藤島部屋の部屋付き親方となった。2010年11月場所において、県部が新十両へ昇進し、部屋名を解消してからは、初となる関取が誕生した。しかし二千年代に入り武蔵丸、武蔵山、出島、 宮城山といった役力士たちが引退すると部屋の勢力は衰えを見せ、2016年5月場所で昇天楼が幕下に陥落して以降は関取不在となり、2018年1月場所直前の2017年12月末でその昇天楼も引退したため、関取経験者も不在となる状況が続いていたが、2021年3月場所において武将さんが 新十両に昇進。十八代、藤島の子会では初。前身の武蔵川部屋を含めると、剣部以来十一年ぶりとなる。2013年4月には部屋付き親方である十五代、武蔵川が、文家独立して、武蔵川部屋の名称を復活させた形で、自身の部屋を創設している。2018年4月には、十四代双子山が、文家独立し、 双子山部屋を創設した。ありがとうございます。